イオンモールトコは愛知県トコナメ市林空町2丁目20番地3号に所在するイオンモール株式会社のショッピングセンターである。この項目では併設しているシネマコンプレックスのイオンシネマトコについても記載する。愛知県企業庁の所有するチューブリン空都市空港対岸部の一角を借用して建設されて2015年12月4日午前9時に開業した。 敷地面積は約20万2千平方メートルで東海3県最大の規模となっている。屋外体験型エンターテインメントパーク、ワンダーフォレストキュリオが出展していて、同施設内にロープコース、サーキットコース、スケートリンク、温浴施設がある。トーモールと中部国際空港を結ぶシャトルバスの運行を同年12月1日より実施している。旅客ターミナルビルと1時間に複数回。 ついたち、最大24を往復しており、運賃は無料である。イオングループと中部空港会社が、運行費を折半で負担し、委託事業者が運行している。地域活性化プロジェクト、チタ CAT プロジェクトの第一弾とされている。ワンダーフォレストキュリオの南側に位置し、リンクインターチェンジ料金所を望む西側駐車場、F に、 地上2階鉄筋作りの4シネマトコナメが2017年7月12日にグランドオープン。小島 X ビッグカメラ近くの F2、ノースコート西入り口に直結し、旧スクリーンを備える。かつてのトコナメ市内には、トコナメ映画劇場、トコナメキネマなどの映画館があったが、1985年頃から市内に映画館がなくなっており、 イオンシネマの開業で32年ぶりに映画の明かりが灯ったことになる。ワンダーフォレストキュリオの中にあるワンダーステージやイオンモールとこなめの北側駐車場ではライブや握手会等のイベントを行うこともある。ありがとうございます。